ミスタイムさん、今日は放送にお付き合いいただきましてありがとうございました。ガチンコマッチョクラブの第2回ができたのも本当にね、ミスタイムさんの継続の力と、もう私もね、ミスタイムさんに非常に興味を持っているからだと思うんですよ。で、これね、第3回とか第4回とかね、もうね、いつまで続くのか分かりませんけども、これはね、視聴者さんが増えようと減ろうと、もうね、やる気になったらやるみたいなところでいいと思うんですよ。まさに筋トレって人に見られてるからやるもんでもないですし、誰かと競争してるわけでもないので、自分の内なる追求ですよね。そういった記録を残す意味でもね、これからもこのガチンコマッチョクラブ、ズームライブをね、やらせていただきたいと思うんで、まあ、次回もね、まあ、また2ヶ月後3ヶ月後になるかもしれませんけども、気が向いた時に連絡取り合ってやらせていただければなと思います。まあ筋トレしてからですね、体調がいいですね。風邪もひきそうないですしね、免疫力もアップで、食欲もぐんぐんと出てきて、しかも太らないと。私もおかげさまで体重 84.6kg でございますんで、きっと月末までに 84kg 前後っていう形でね、計画通りにいくと思います。先月末も 85kg で、クリアしましたしね、1ヶ月に 1kg って考えると本当にペースが取りやすいなと思います。まあもちろん今はね、汗がかきやすい時期なんで、トレーニングちょっとしたらね、やっぱり1キロとか2キロとか変わりますんで、そういった意味でも有利なシーズンではありますけども、ただね、やっぱり目標の体重に、あんまり84キロのところ82とかね、80とかを目指さずに、まあ、ほどほどを目指しているところが、これもまた一つのコツなのかなと思います。まあ、いろんなアドバイスもいただきましたし、いろんな刺激モチベーションもいただいております。これからもよろしくお願いします。それではね、今回動画2本送っていただいて、それぞれの動画の、まあ、あの返信ではないですけども、今日のズームライブの感謝とですね、それからこれからのなんかね、お互い目指す道への、まあ、新しい誓いというか決意というか、そういったものが今日は感じられたんではないかなと思います。私も大いにね、ミスタイムさんから刺激をいただいております。これからもよろしくお願いします。それではね、ありがとうございました。失礼します。